近未来、アンドロイド製造会社ハリソン社により自動二足歩行アンドロイドが実用化され、人々の暮らしに需要されていた。若き社長オーキッド・ハリソンが古びた一体の旧式アンドロイドを倉庫から見つけ、修理を施す。僕は、彼に付けられた名前は、僕の名前はジェイド・バイ。僕はリリー様、生きがいを与えたい。人かアンドロイドか、機械の己は何に生きがいを見出すのか。人間は本当の強さとは。綺麗なね、翡翠色だわ。可能は可能になる。貴様は最低のアンドロイドだな。必ず見つける。俺が必ず。果たして何なのか。ふざけるな。それが我が社のモットーです。理解に苦しむ。また新型か。人にしかできないことを成し遂げる。楽しければそれでいいじゃん。あの日の記憶。音楽はいいよね。音楽は自由だ。俺たち正義の警察官だからな。ならばその 1% に未来を生みます。物語が始まる。2022年11月17日から23日、シアターセンジュにて上演。音楽劇ジェイド・バイン。その目に見えぬものを謳歌せよ。